ぱり私の力不足で、せっかく監督が、つけてくださったやつを。はい。会話をしてるのにあの距離をちょっと見てください。スカートの下のこうちょこっと出てるのが超いいよ。そうそうそう、あれ超いいよみたいな。ちゃんときちっと出てればいいけど、なんかバランスがなんかさ、きちっと出てても面白くないじゃん。シャツがはみ出してるですよね。襟はジャケットの上に出す。襟はジャケットの上に出す。名前覚えたぞ俺は、やっと。山口やろ、横道やろ、小谷やろ、増田やろ、はい、そこから振り向いて、振り向いて、振り向いて、はい、ちょっと待った、はい、秋山じゃない、男子一番、お前さん立たなくていい、はい、2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、軟骨だからすぐ閉じちゃう。おいおい、ここどこだよ、変なとこ連れてきやがって。お前本読んだか？あ、ここ。回転本。すいません、間違えました。行ってないか？聞きます、見ました。よーし、スタート。おいおい、ふざけんなよ。ここどこだよ。もうちょっと鉄砲。はい。現実当店が明確に悪し、小学生がそこ本を読んでるみたい。はい。おい、ふざけんなよ。ここどこだよ。それでいい。はい。よーい、ふざけんな、ここどこだ。はい、回転、はい、立ちながら、おー、行ってみな、よーいの、はい、あ、次の手に振る、はい、ということ、正しいカチンコ引いてからだぞ。あ、はい、あ、ふざけんな、ここどこだ。はい、やばいやばい、次教育立ってみろ、よーいの、さあ、その時はおーと一緒に、よーいの、テスト、よーいの、はい、ああ、おい、カチンコから、はい、カチンコから、分かったか、カチンコが立って引いてからお前さんも芝居始める、はい、常識、はい、色がいい、よーいの、はい、わあ、次のセリフ投げるのかよ。あ、はい、テスト、この人たち誰なんですか。この人たち誰なんですか。お前さんのは、こっちがセリフ終わった。こうなってんだ。この人たち誰なんですか、なんて。上がるときに抜いてきて。何かな、ほら。この人たち誰なんですか。この人たち誰なんですか。いるじゃないか。あ、ありがとうございます。いや、それじゃない。そういう人間を見てどう思うかということを聞いてる。そういう人間というのは兵隊とか。違う、彼女、さくらのどう。いや、だからいいんじゃないですか。いや、いいんじゃないですか、だって自分と引き比べてどうかということです。つまりいいんじゃない、人が好きすぎたらいいんじゃないか、という程度のこと。戦う気がないんだなっていうか、うん、戦わないんだなって、うん、戦うのは嫌だというか、うん、あんたは。いや、僕も戦わないと思いますけど、うん、けどその二人の女の子を探すために武器を持ってるだろうし、そういう状況はお前さん嫌なわけだろ、うん、もうちょっと自分に引きつけないと、この状況もそれから役の気持ちも引きつけて考えたときに、リアクション、どういうリアクションが出てくるかということを聞いてる。この役を演じる役者として、一生懸命この食いついてこようとしてくれてますからね。そういう意味ではなんかこの撮ってて楽しい状況ですね。すごく楽しい。新藤健人さんだったかな、
野球もしこの映画監督でない別の職業をなんか選べと言われたら私は高校野球の監督をやりたいというようなことをいつか言われてましたけれども、やっぱり彼らとこういう仕事をしていることはすごく楽しいということはありますね。みんなすいません、おかずだそうです、すいません。みんな戦うのはやめて、私たちの声を聞いてほしいの。ただスピーカーがバレるのそれともオリジナルに影響があるのか。行きます。みんな戦うのはやめて、私たちの声を聞いてほしいの。日下です。今ユキコと一緒に山の上の展望台にいるの。風邪ひいたのか。ちょっと喉が。ちょっと喉が。ユキコが良かったな。良かったな。オッケーオッケー。ちょっと休んでてくれ。ありがとうございます。じゃあ涼しいところで。結果っかいな。お疲れ様でした。寂しいよ。今年の夏はね、まだどこも行ってません。海も花火大会もプールも一度も行ってません。いつかのお前との約束通り、中野の夜に歌を流れてしきれた、明日へと希望は薄れ、もう一度飛んでゆくのさ、夢は果てなく。Destination追いかけて追いかけて、 Destination 追いかけて追いかけて、 Destination まだ見えない、遠い街遠い空遠い、いつかのお前との約束通り、中野の夜に Destination, destination追いかけて追いかけて、 Destination, destination 追いかけて追いかけて追いかけて、 Destination まだ見えない、遠い街遠い空遠い、いつかのお前との約束通り、中野の夜に歌を流れて、怖え、待て待て待て、
ストが